伊達国重は、江戸時代末期から明治時代にかけての仙台藩一門、渡里伊達家、第十四代当主。母親戦争で新政府軍に敗れ、99%以上の治療を取り上げられたため、家臣団と共に、北海道開拓に活路を求めた。開拓の功により、君四頭を除君され、男爵に除せられている。鹿島国足神社採取。後に、 キリスト教徒となったが、伊達神社及び、開拓神社の祭神ともなっている。仙台藩領において、岩出山伊達家当主、伊達義官の次男として生まれ、渡り伊達家、第十三代、伊達国見の婿養子となった。伊達宗家は当初、国政を、一の関半田村家の養子にしようとしたが、国見の未亡人である安子が反対して、渡り家に入ることになり、 渡り伊達家の婿泥棒と言われた。渡り領主となり、戊辰戦争では、海道筋に出兵した。藩主、伊達義国の命によりは平行賞を担い、講和への道筋を作った。仙台藩降伏後、治業を23,853国から58国へと減らされたため、数百名もの家臣団を養うことが不可能になり、家老、時はシ苦クの意見により、 明治3年から数日にわたって、家臣らを率い、家族と共に、北海道に移住、イブリコ空ス軍を開拓した。明治9年4月8日、国や主神社混流に伴い、祭主として千座祭を執行した。一方、明治19年に、押川正義から洗礼を受け、日本キリスト一致教会の信徒となった。明治十五年、開拓の功により、訓四頭随法省を、 受君、男尺に除せられた。墓地は、伊達司令園にある。昭和10年、薄軍開拓の尖閣者であり、異訓者であるとして、田村健治と共に、伊達神社に祀られた。ありがとうございます。